さあ、皆さん、こんにちは。タイタルでーす。メタナイトでいこう、ドラックス。今日も続きからやっていきましょう。おう、今日はレベル5からです。レベル5。これ攻略すればもう終わりかなという思った感じですので。ペパパ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 パッと攻略しちゃいましょう。さあ、最後は、銀河に願いを。欲しい願いを。俺に願いを。俺は銀河だった。よろしくお願いしまーす。宇宙空間も飛んでいけるってやばいよな。さあ、この星全部攻略しちゃおうっと。ね。何のためにこれめくってんだっけ、見たないとって。修行のためか。ねえ。修行のためとはいえ、そうか、これ四季があるとこね。よいしょ。まあ、とりあえず、右へ行くのが正しいルートだと思いますので、ね。よいしょ。邪魔や。ポイントよこせ。貴様ら。秋は通れないんだけど、ここって。ねえ。秋はダメです。冬は凍ってたからいけるよね、確か。邪魔だ。あれー？お前、勝てえな。よし。邪魔だ。通してくれ。よし。邪魔だ。貴様ら。あ、待って、今の終わって、待って、今言っちゃったけど。おーおー、邪魔、君ら。秋も通れない。冬でよかったんだ、さっきの。なんで、通ればよかったよ。さあ、冬は、これ以上進めない、積雪。さあ、春にして、奥へ行きます。このステージって結構簡単で面白かったよね、最初のところ。よし。体力がいつの間にか半分ぐらいだったよ。意外と死にそうや、もう。よし、これでゴールだっけ？おう、ボス戦。ボス戦、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 ボス戦。よし。痛い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 。連続攻撃はやめな。え、嫌い。よし。オッケー、片方やり、もう片方も、これで終わり。よし。さあ、ヒーリングもした。完璧。さあ、次のステージは、水のステージ。アクアリウム。わからん。水大好きステージ。お水好きです。僕は、家ではお水しか飲みません。嘘です。コーヒーも飲みます。皆さんは飲みますか？コーヒー。コーヒー飲みましょうね、皆さん。よし。炭酸はね、ストレス溜まってる時しか飲まないな、俺は。ねえ。炭酸飲料。コーラ。コーラ飲んだことない。コーラ俺数年飲んでないと思う。数十年飲んでないかもしんない。飲む機会ないよね、コーラって。毎日飲んでる人はもうなんかもう、飲んでろって感じだけど。ねえ。これって上は何もなかったよね、確か。いや、行かない。よし。メタクイック痛い。メタクイック&ヒーリングで、ガンガン行こう。よし。邪魔だ！水中ステージの剣は、敵をぶっ殺す。よし、強い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 。43。ポイントをなるべく管理しとかないとね。うほ！ハンバーガー食べたい！よいしょ。俺、月見バーガーのさ、満月って最近出てんじゃん。満月月見バーガー的なやつ。あれもう、週1は言い過ぎだ。2週間に1回食べてるわ。そんな食べてないな。4回食べた、でも俺。あれ、美味しかったよ。あれ、どっちが正解？上だっけ、ここ。あ、今の上だった気をする。あ、上だったよ、なんか。これにまた俺悩まされるのか、このステージ。俺、ここ、何回も悩まされてたよね、俺、このルート。あれ？違った、これ。今の、デラックスコピーの元があったとこだよね。無限に回復ができる。上、ここ上で。で、この辺りで右だった気がする。ゴールは。ね。とりあえずゴール行きましょう。早い。よし。下ゴール、ボスかな？いや、クジラちゃんね、ここ。よし。当たらん。うわーい。トレードしたい。死ねー！トルネーダー！ウィスピウツ戦でもやっときゃよかったなぁ、ほんと。耐えるんだっけ？ねえ。なんで耐えるの？君は。うおーおー、悪魔だこいつ。覚えとけ。よし、ヒーリングしておきましょう。18ポイントしかねえぞ、これ。よし、さあ次は、スカイガーデンですかい？わかんない。スカイなんとか。
きます。意外とかかるかなと思ってたんだけど、割とあっさり終わりそうだね、これ、このペースだったら。ね。ちょっと邪魔やで、お前。今のもデラックスコピーの元のとこだったと思うから、スルーしちゃいましょう。敵すっげえいるよね、あそこ。あ、これ、どこか正解がちょっとしかないっていうとこだよね、確か。任せて、俺こういうの得意だから。ね。どこゴール？適当に入ってるだけやろと思ってるやろ、みんな。なあ。せいで。死亡者無視や。あれ？これ当たりじゃね？違う、これデラックスコピーの元のとこだ。あれ？わかんなくなってきて、みんな。どこゴール？お前邪魔やぞ。ここや、ここゴール、多分。え？でも初めて来るとこだから多分合ってる、これ。だってここじゃない。こっちだ、こっち。俺は自分の勘を信じる。フィーブプセス！何言ったやろ？さあ、ボス戦です。よいしょ。クラッコちゃんでーす。よし。クラッコちゃんでーす。よいしょ。さあ、とどめ行きましょう。ごっぱよー。クラッコちゃん弱かったな。トルネード使うまでもなかったわ。さあ、ここちょっと制御難しい。やってーお前ら！うわ、スリープちゃんってさ、雑魚のくせに2ポイントもくれんだ、ゲージ。めっちゃいいやつじゃん、あいつ。ねえ。これ、剣で倒さないと、ポイント入らないんだね。なかなか大変や、それは。よし。さあ、ちょっと道中のあれ無視して、サクサク行きまーす。急ぐの大事。さあ、50ポイント溜まっちゃった。まあ、いいや。余らしておこう、ここは。お、トロッコ乗っていく？トロッコ乗ってた方が遅い。あ、でも違うか。トロッコ乗らないとここ、難しいんだ。難しいんだって言葉変だけど、難しいんだよ。オッケー、みんな。よし。これでゆっくり行きましょう。おぉ、安心安全、うほぉ、乗せてくれー、ゴールさせてくれ、俺を。よし。まだまだ先？いいよいいよ。どこまで行く？明日へ向かって。ワン、ツー？うおーし！あれ、向こう側行けない？あー、上ね。よし。はい。来ました。また？カービィと違ってちょっと細かい制御しづらいんだって、このメタナイト今日は。なあ。バチバチ来てる、バチバチ来てる。よし。あっていい！もう、そんな変なダメージ食らっちゃってもう。どこ行く？おーおーおー。ワンナップすげえあるけど。熱い。あ、これ、ショートカットや、多分。え？いいのかな、多分。はいや。はいや。オッケー。さあ、ゴールテス行きましょう。ボス戦。カメレオンくんね、ここは。出てきてー。はい、おつぽよー。トルネイドー！今回のさ、ウルトラスーパーデラックスでトルネードのコピー能力ないのかな？多分ないよね。あー！美味しい。ご飯ですよ。痛い。結構食らう。お前、覚えとけよ。よし。さあ、結構ダメージ食らってしまった俺たちは、次の星へ来ました。さあ、4つ目か5つ目かの星分かんない。結構広かったよね、このゲームって。痛い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 。ヒーリングしまーす。よし。川崎さん！川崎さん！今日の晩ご飯は何？え、今ダメージ食らってなかったけど。大丈夫？よし。コク川崎の料理教室や。うわー、腹減っていたら、コック川崎が作る卵焼きとか食べたくない？みんな。食べたくない？なんか美味しそうやない？ねえ。腹減っちゃうわ、これ。よし。さあ、お餅出てきた。お餅もちもち。もちもち。よし。どっちが正解だろう？わかんない。なんか右の方行けばとりあえずゴールだった気する、ここ。違う気がする、これ。大丈夫か？いや、合ってる合ってる。俺を信じろ。自分を信じろ。よし。痛い。パンチしてくる？してくんのかい！よし。さあ行こう、どんどん。うわ、ポイント溜まっちゃった。美味しい。さあ、全部無視して、無視して、無視してきたのはここ。忍者丸を抜け。ね、名前なんだっけ、あいつ。ジムだっけ。わかんない。よし。これって、なんか出たんだっけ、もう。おお、かわいそう、かわいそう。よし。
ッケー。さあ、ここ通り抜けたらもうゴール？ここ何、海の中？わかんない。あーね、ここ。ぶっ壊したらなんか出てくるとこだっけ？ドアが開くとこ、ドアが開くとこ。開けましょう、ドアを。よし。開けたい、開けたい、開けたい。あ、メタナイト教授はダメなの？いけない？いや、こっちでいいじゃん。ね、カービィは上にいたっけ？なんか覚えてないな、あまり。あ、もうボスだ。早いもんですね、これは。よし、入りまーす。ワブワブロックか、ボスは。マッハトレンドで一撃やな、こいつは。よれーい！やめねえとー！よし。まあ、8割ぐらい削ってくれたら、いいっすよ。よし。痛いよ。痛いよ。よし。ザワンワンブロックもやり。次が機械の星？うん。よし。さあ、BGM も激しくなってまいりました。気にせず行きましょう。メタクイック！メタクイックの方が早くない？ダメ？邪魔や、貴様ら。ちょっと待って。もう邪魔！メタクイックを返して。おぉ。さあ、ワンナップもゲットして。空中よりも狭いとこにね、敵がいっぱい固まってた方がね、いいんですよ。なんでかっていうとね、わかんないけど。これダッシュアタックできるから。そう。素晴らしい。あれ、どこがゴール？なんか、あれなかったっけ？あ、いいな、飴。キャンディー。なんかこう、無敵で走った記憶があるんだけど。うおほほほほ。邪魔や。無敵ダッシュ。とりあえず横行けばいいよね、ここって。行けない、ここ。よし。無敵ダッシュ。時間制限あるよね、多分これって。あれ？合ってるこれ。合ってんのか、道は。合ってるっぽい、合ってるっぽい。さあ、変なとこ抜けて。ここだっけ？ゴールって。もう一個上だったっけなぁ。外したくせぇな、これ。よし。ジャンプアタック、ジャンプアタック。あ！空中つかまりとかやばい、お前。空中投げとか格ゲー上手いやつやで、それ。外れた。上行きます。ここだっけ？ 3 回上だっけ？もう一個上か。うわ、外してるくせぇな、これ。よし。オッケー。あ、相手、当たった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 。ナンバーワン。お、お前かー、ボスは。いっちゃうかー。ま、あ、トルネード。無敵時間入ってない。大丈夫かな、これ。ちょっと不安になっちゃう。タイミングで撃っちゃった。当たれ。オッケー、いいね。おい。解放者やめて。よし。とどめ！よーし！ノーダメ撃破、ザコザコ。よし。さあ、星屑のステージへようこそ。これがラスト？マルクとも戦うのかな、結局。うわ、痛い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 。風が強い。風がすごい。俺、風嫌い。ねえ、髪の毛がボワボワーってなっちゃう。ねえ、ボワボワボワーって言って。邪魔や。そして、俺はそれが欲しい。行くぜ！かけろ！メタナイト！昔帰っちゃったのでね、なんかよくわかんないけど。よし。あー、ちょっと待って待って待って。はい。あ、トロッコゾーンね。行きましょう。トロッコ、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 コね、この BGM は。よし。いや、洞窟大作戦の BGM ってすげえ好きなんだけど。みんなわかるよね、これ。わかるってなるよね。あれ、名曲だと思うよ。うん。大ダラだとも大ダラだと名曲は大ダラです。よろしく。さあ、ここ行きましょうね。坂道登って、上なんかあったけど無視して。回復なかったっけ、ここなかったか。よし、使うべきかな、ヒール。まあいいや、一応の敵無視していきましょう。なんかカービィと違ってメタナイトはこれ使ってねえってことなのかな。なんかわかんないな、なんかちょこちょこあるあれが。あ、ボス戦ヒーリングしまーす。川崎さんやないっすか。なんで川崎さんがこんなとこに。よし。じゃあ川崎さん先やっつけちゃおうと。さあ、あとは、君だけだ。オッケー。さあ、45ポイント。こんだけあればいいでしょう。どうする、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 どうする。痛い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 。気にすんな、気にすんな。気にせず、気にせず行け。気にせず行け。あかんあかん。結構気にした方がいいかもしれん。
よし、大丈夫大丈夫、俺はライダルナンバーワン。回復して無視していってる。いいぞ、ポイントよこせ。痛い痛い痛い。よし、46ポイントあるね。こんだけあったら十分でしょ、もう。よし、さあメタナイトでゴーデラックス。物語に終止符が打たれる。さあ RPG マンですね、やろうぜバトル。よし、60ダメージ。ガードの魔法を唱えた。うぜえやつだな、お前。痛い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 。お前、覚えとけよ、マジで。そういうことするからやぞ、お前。嫌われるのは。よし。62、結構与えてる。いて氷結切り避けちゃった。最強か、俺。はい、はい。60。シールドまた、また友達なくすことして、君たちは。16しか与えてねえ。はい、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 はい。あ、避けた、俺すげえ。よしー、悪魔の騎士が撃破。さあ、ドラゴン最後。おら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 、62のダメージ与えた。はっ、爪ね。これ雑魚、これ雑魚、これ雑魚当たんないから。はい、クソ雑魚つー。ほい、ほい。さあ、62。あー、つい。トルネード撃てばよくね？天才か？この発想力な。チェッ！よーし！強かった。よし、精神力が上がった。かっこよさが上がった。メタナイトやもんな。切れ味が上がった。言葉違うんだ。仮面の艶が5ポイント上がった。勇気が上がった。剣の輝きが上がった。いや、めっちゃ輝いてるよ、これ。どうしよう。はい、じゃあ、次がラストが終わり。マルクか、次。さあ、銀河に願いを。ノバか、まず。シューティングゲームどうなんだろう、飛ばされんのかな。レディ？オッケー。あなたの願い一つだけ叶えて差し上げまーす。私の願いはもっと強くなりたいこと。あれ、なんか違うんだね、これ。この私にふさわしい。銀河最強の戦士と戦わせてくれ！はぁ、あ。オッケー。では、かつてその力ゆえ、恐れられ封印された？はぁ、あ。伝説の戦士、蘇らせましょう。これなんだっけ？ロボボにいなかったっけ？ギャラクティ、なんとか。名前出てこねえ。ピンク色のやつ、ピンク色の。趣味が悪い格好してるやつ。出た！メタナイトの親戚やで、完全。子孫やろ、完全。さあ、勝負したろか。これもう完全さ、新格闘出てくるやつやん、この流れ。えぐ。よし、ではバトルスタートでーす。うおー、こいつ変な攻撃してくんだよな。よし、ではやっつけていきましょう。全然減れん、体力。痛い。まあ、普通に勝てるやろ。ちょいちょい、ポイントゼロになった、やば。ちょ、待って。あかん。待て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 。連続ヒットはずるない、それ。ちょっとやばいな、これ。おっと。まあ、普通にやれば多分勝てる相手だとは、思う。やーだー！無敵ぬ、あ、無敵抜けしてんのもよかったか。いて。何する？変なことしないで。え、友達降ってきた。あ、ポイント稼ぎくんね。ありがとうございます。俺のためにポイントを。9ポイントしかくれんかったな、お前。よし。クラヤ。うっ、あ、これ、あかん。え、ベア竜巻食らっちった。痛い。2回で持ち上げ、え、これ2回ヒットはずるい。ずるいずるいずるい。あかん。うわー、あかん、負けちゃう、これ。雑魚的召喚してくれ。頼む。は？あっふざけんなよ、お前！強いやないか、それ！
よし。さあ、今度こそ倒しましょう。今のはずるいよね、君が。出た、竜巻。だからスマブラしてないって言ったやろ、俺は。このゲームスマブラちゃうで。友達降ってきた。よし。OK。さあ、友達撃破。9ポイントだけやで、少ない少ない。ほら。あ、友達出れてる出れてる出れてる。友出れ、友出れ。これ回復できる、これで。よし。ふっと危ねえ。お前の攻撃なんか当たるわけねえだろ。雑魚野郎が。はい、雑魚野郎。はい、雑魚野郎。はい、勝てる、勝てる、勝てる。これが、ダッシュアタックで抜ける。しかないよね。痛い。痛い、痛い、痛い、痛い。攻撃真似てこないで。さあ、もうちょっと。よし。いいね。よし。ちゃんと、避けてる、避けてる。ロボボのやつよりは弱いな。なんていうか。うん。ロボボのやつは強かったけどさ。よし。さあ、とどめい。あと一回仲間呼んだら、マッハトレンドで終わりやで。ガガガガガガガ。これヒーリングしよう、ヒーリング。あと、なんか呼んでもうた。まあ、いいや。ヘルパー、頼む。ほら！あとゴリ寄せ！あと一発や！ほら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 ！当たらん！当たらん！あと一発、ナイスヘルパー！ご苦労。さあ、なんとか銀河最強の戦士を撃破。ちょろかったわ。え、これを格闘で戦うのか。絶対しんどいやつやん。果たして俺は勝つことができるんでしょうかね。まあ、それはまた未来のダイダラ君、頑張ってくれよ。はい、ということでこれで終了です。ミッドナイトでゴーデラックスでした。なかなかやりごたえありましたね。難しかったわ、これ。はい。あれ？後日談的なやつ。な、メタナイトは、銀河一最強の戦士となりましたとさ。めでたし、めでたし。強かったわ。ね。はい。では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 ね。改めまして皆様お疲れ様でした。まあどうでしたか？ミタナイトでゴー。まあ過去に言ってたステージを巡るっていうところで、若干めんどくせえなって俺思ったんですけど、楽しかったっす。はい。普通に楽しかったっす。ね。まあメタナイトでやるっていうのがやっぱね、今回から出たんだよね、メタクイックとか、そういうのって、今作から。ね、やっぱ、だから新鮮で面白かったよね、ほんと。まあ、ほんとにやり込む人たちは、タイムアタックでガンガンやって、ね、競ってるんでしょうけど、まあ、そういう人は、ぜひともやり込んで、ナンバーワン目指してください。まあ、せめて俺のタイムはね、超えてね。ね、これ過去の思い出かな、今の頭に浮かんでるムービーは。デテデの涙目。あのシーン好きだよ。デテデが泣いてるシーン。ね、デテデ嫌いじゃないよ。俺好きだよ。うん。前も言ってるけど、いや、スマブラで持ちキャラだし、最近スマブラしてるんだけどさ。めっちゃ面白い、久々にやったら。マジで。ねえ、みんなもスマブラたまに遊んであげてね。カービィ使ってね、カービィ。カービィ使いってあんま見ないんだよね。うん。で、メタナイト使いとかデテデ使いはちょこちょこいるんだけど、不思議なもんだ。ああ。さて、残っているのは、ヘルパーの、やつかな。で、多分最後に隠しが出てくると思います。ね、多分格闘だと思うんですけどね。それを攻略して、ね、ウルトラスーパーデラックス終わりにしましょう。まあ、ウルトラスーパーデラックスは、その、残りのやつが多分難しいっていう、感じが、オーラがビシビシ感じておりますので、ね。まあ、クリアできるでしょ。今までね、まあ、どんだけ難しいとか、お前下手くそだなって言われても、なんかサクッと攻略してきた俺ですので。で、サクッと攻略してみたいと思います。多分いけるよね。マルクとかも出てくんだよな。だからやっぱ、まあ、何回かは多分やられて、パターンを覚えてって感じかな。1時間ぐらいちょっと動画撮る時間作ってから。まあ、挑もうと思います。ヘルパーは、そんな心配してない。うん。多分俺いけるから、ヘルパー。知らん。昔俺、
あの次男やったから、兄があのカービィで俺がヘルパーやったからさ、ヘルパーの使い方だったら多分もう達人級だから、知らんけど知らんけどな。はい、ということで、スタッフロールもこれで流れて終わりました。星のカービィウルトラスーパーデラックスメタナイトでゴーデラックスでしたね。ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよ、メタナイトよ、永遠であれな。意外とここの部分長いな俺が必死にトークをつなごうとしてるの伝わってくれたら嬉しいわ。あ、メタナイトか。クロリンは宙返りいつもより多く回っております。あのもわ、いやね、最後のあいつだけちょっと強かったけど楽しかったです。さて、シアタールームにおまけムービー、飛べメタナイトが追加されました。スペシャル特典として刹那の見切りが遊べるようになりました。刹那の見切りはちょっと難しいから今度ね。さて、次回ヘルパーマスターへの道やっていきたいと思います。また見てください。おつぽよ。